ヨハネによる福音書の19章1節から16節まで。そこでピラトはイエスを捕らえ鞭で打たせた。兵卒たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫の着物を着せ、それからその前に進み出て、ユダヤ人の王万歳と言った。そして平手でイエスを打ち続けた。するとピラトはまた出て行ってユダヤ人たちに言った。見よ、私はこの人をあなた方の前に引き出すが、それはこの人に何の罪も見出せないことをあなた方に知ってもらうためである。イエスは茨の冠をかぶり紫の上着を着たままで外に出られると、ピラトは彼らに言った。見よ、この人だ。祭司長たちや下役どもはイエスを見ると叫んで、十字架につけよう、十字架につけようと言った。ピラトは彼らに言った。あなた方がこの人を引き取って十字架につけるがよい。私は彼には何の罪も見出せない。ユダヤ人たちは答えた。私たちには律法があります。その律法によれば、彼は自分を神の子としたのだから死罪に当たる罪で、死罪に当たるものです。ピラトがこの言葉を聞いたとき、ますます恐れ、もう一度官邸に入ってイエスに言った。あなたはもともとどこから来たのか。しかしイエスは何の答えもなさらなかった。そこでピラトは言った。何も答えないのか。私にはあなたを許す権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのか。イエスは答えられた。あなたは上からたまわるのでなければ私に対して何の権威もない。だから私をあなたに引き渡した者の罪はもっと大きい。これを聞いてピラトはイエスを許そうと努めた。しかしユダヤ人たちが叫んでいった。もしこの人を許したなら、あなたはカイザルの味方ではありません。自分を王とする者はすべてカイザルに背くものです。ピラトはこれらの言葉を聞いてイエスを外に引き出していき、敷石、ヘブル語でガパタという場所で裁判の席に着いた。その日は杉越の準備の日であって、時は昼の12時頃であった。ピラトはユダヤ人らに言った。見よ、これがあなた方の王だ。すると彼らは叫んだ。殺せ、殺せ、彼を十字架につけよ。ピラトは彼らに言った。あなた方の王を私が十字架につけるのか。祭司長たちは答えた。私たちにはカイザル以外に王はありません。そこでピラトは十字架につけさせるためにイエスを彼らに引き渡した。お祈りしましょう。愛する天のお父様、どうぞ今聖霊の働きによって私たちを助けてください。私たちが頭で理解したことを心で受け止め、そして手の技、私たちの歩みで表すことができますように、あなたを明かしすることができますように助けてください。特にこの時間、ズームの、このテクノロジーも、また今ここにいる私たちも全て助けてくださいますように祝福してください。イエス様の皆によってお願いいたします。アーメン。ちょうど10年ぐらいの今ぐらいだったと思うんですけれども、まだ僕の子供はですね、息子がまだ6歳だった時、小学校1年生か幼稚園ぐらいの時だったんですけれども、その時によく覚えていることがあるんですね。それは何かというと、息子を学校に迎えに行きます。で、天気がいいと息子はね、子供たちとちょっと公園に寄って遊びたいって言って、あ、じゃあ公園に行って遊びに行こうかって言ってですね、すぐそこに公園があるんですけれども、そこでちょっと遊ばせる、遊んで子供たちと仲良くする時間があるんですね。で、その公園にはブランコがありました。どういうブランコかというと、こういうブランコです。皆さんこういうブランコ見たことありますかね。このタイヤがぶら下がっていて、何人も同時にここに乗れるっていうね、で一緒に遊べるっていうブランコがあったんですけれども、その時にね、確か男の子が 5,6 人いたんですよ。で、この男の子たちがみんなこのタイヤのですね、ところに座って、同時に座ってね、で僕に押して押して揺らしてほしいって言うんですね。で、その、じゃあどうやって揺らしたらいいのって聞いてたら、何人かの子たちは早くやって Fast, Fast って言うんですよ。早く押して。でも、もう少数人 2,3 人の子たちはゆっくりゆっくり Slow, Slow って言うんですよ。で、僕はですね、そこでジレンマにいたわけですね。どうしたらいいんだろうって。多数決で考えるならば
多数は早く押してほしいって言うんですね。だからじゃあいっぱい強く押したらいいのかなって思うけれども、いやいや待て待て待て、安全第一っていうふうに考えるならば、その少数人であったとしてもスローですね、ゆっくり押してほしいっていう子たちの言うことを聞いた方がいいんじゃないかって僕はちょっと頭の中でですね、数秒間の間にどうしようかなって思ったんですね。皆さんだったらどうしますか。さあどうしようか。そしたらですね、僕の息子がこう言ったんですね。何人かの子は fast、 何人かの子は slow って言ったから、あ、じゃあ do it fast slow って言ったんですよ。 fast slow っていう言葉を皆さん知ってますか。知らないですよね。こんな言葉ないですからこんな言葉ないんだけれども、 fast と slow をつなげて do it fast slow って言ったんですね。でそのことをね、僕すごくね鮮明に覚えていて、あ、面白いこと言うな、なんか子どもの発想ってすごいなと思ったんですよね。ファーストっていう子がいる、スローっていう子がいる、 だったらファスローにすればみんなハッピーじゃないかという考えなんですけど、で、あ、なるほど、面白いこと言うなと思ったんだけども、でも実際にはそんな現実的に無理な話ですよね。現実的には無理だけれども、でもそのジレンマの中にいる僕を、少し助けようと思って言ってくれたのかなという感じもします。皆さん人生の中でさまざまなジレンマって経験しませんか。あちらを立てればこちらが立たず、こちらを立てればあちらが立たずっていうことがたくさんありますよね。で、多くの場合私たち人生の中でジレンマを経験するときに、どうやったらじゃあこのジレンマを解決することができるだろうかってまず考えますよね。このジレンマが解消できればいい。でもどんなに苦労して、どんなに工夫して、どんなにいろいろ考えても、どうしてもそのジレンマが解決できない時ってあります。その時はじゃあこのジレンマからどう逃げられるかってことを考えることが多いんじゃないですか。その時にファーストロー、そのありえない選択ですよね。ありえない選択をですね、どうにかして、編み出して、そしてそのジレンマから逃げ出すっていうこともまあしたくなる、そういう誘惑っていうのはありますよね。ジレンマの中にいるときこそ私たちの本性が出てしまうということもあります。で、今日の御言葉の中ではまさにこのジレンマの中にいた人の話なんです、ね、とてつもないプレッシャー、とてつもないジレンマの中にいた人が出てきます。それが誰かというとピラトという人ですね。先ほど私たちが告白しました、イエス・キリストはポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ、このポンテオ・ピラトです。このポンテオ・ピラトはイエス・キリストを十字架につけたという歴史的な事実として、そして、もうこの地上の何億人、何十億人、歴史的に考えたら何十億人というクリスチャンたちが知っている名前ですね、ポンティオ・ピラト。で、彼はこのイエス・キリストを十字架につけた張本人というふうに思われていますけれども、どれほどじゃあ彼が悪者だったかと思うと、実は彼はそんなに悪者でもないんですよね、この状況をよく見るならば。なぜかというと、彼はイエス・キリストをどうにかして助けられないかって尽力した人なんですよ、実は。このジレンマの中で。そのことをちょっと今日見ていきましょうね。で、先週私たちがこのピラトの話を見たときに、ピラトが言った言葉を見ましたね。真理とは何か。真理とは何かということで、そしてこのところから私たちが導き出した、聞いた言葉は何かというと、それは真理とはイエス・キリストであるということでした。真理とはイエス・キリストである。しかし、このピラトはそれが分からなかったわけですね。で、イエス・キリストを裁判の席で裁く中で、ピラトは本当の真理は何なんだろうかっていうことをその知りたい、そして真理に基づく裁判をしたいっていう姿勢を彼は少なくとも持ってたわけです。そうですよ、裁判官ってそういう、その正義ってそういうことですよね。真理とは何かに基づいて判断する。で、彼はその正しい姿勢を持っていたわけですね。で、それに対してユダヤ人の宗教的リーダーたちですね、祭司長、律法学者、パリサイ派の人々っていうのはその立場すら持ってなかったわけですね。彼らはもう真理なんかどうでもいいと、さまざまな嘘を積み重ねて、もうこいつは殺さなきゃいけないんだ、嘘に基づいて死刑宣告を下し、そしてピラトのところに連れてったわけですね。ですからこのユダヤ人のリーダーたちに比べればまだピラトは相当マシなんですよ。真理とは何か、真理に基づいて裁きたいっていう願いを少なくともピラトは持っていた。いいですか、ここまで。
で、今日の御言葉でもありましたよね、彼はこのジレンマの中からどうにかしてこのジレンマを解決できないかという道を模索しています。それはこの人には何の罪も見出せないことをあなた方に知ってもらうためであるってピラトは言っています。でピラトはイエス・キリストは罪がないっていうことをもう分かってたんですね。でもしょうがなくイエス・キリストを鞭で打たせ、そして平手で打ち続け、茨で編んだ冠を、かぶらせた。もうそれは本当はそれすらもするべきじゃないっていうのは分かっているけれども、もうユダヤ人たちを納得させるためにそれをした。本当は罪はないんですよ。でもあなたたちこうすればもう納得するでしょ、これでもういいでしょっていう、このジレンマの中でどうにかしてこのジレンマから、逃げ出す手段っていうのを模索してるんですよね彼は。そしてその後、今日先ほど言いました6節、それでもユダヤ人たちは、妥協しないわけですね。イエス・キリストを十字架につけろ、十字架につけろと言った。そしてピラトは彼らに言った、あなた方がこの人を引き取って十字架につけるがよい、私は彼には何の罪も見出さないということですね。はい、じゃあこのもう一度ピラトが言ったジレンマは何なのかってことをもう一度整理しましょう。まあ、先ほど言いました一つ目の、まあ、板挟みですよね。板挟みの板が2つあるわけですよね、こっちとこっちに。一つ目のこっち側の板は何かというと、それは彼は真理を求めていたということです。そして正しい裁きをしなくてはいけないと少なくとも思っていた。そしてイエス・キリストは無実である、彼には罪がないということを知っていた。だからイエス・キリストは釈放されるべきだということをピラトは分かっていたわけですね。それがこっち側の板ですね。じゃあもう片方こっち側の板は何かというと、それは、ピラトが最も恐れていたものです。それはエルサレムで暴動が起こることですね。エルサレムで暴動が起こることを彼らは最も恐れていたんですね。なぜかというとピラトっていうのはローマ総督、ローマ総督っていうのは何かというと彼のビッグボスはローマ皇帝なわけですよ。カイザルっていうローマ皇帝ですね。そのローマ皇帝はイタリアのローマにいます。そしてユダヤの地っていうのは当時はローマによって支配されていましたから、ピラトはそのローマ皇帝からお前がユダヤの地を治めなさいというふうに命令を受けて、その責任があったんですね。ですからもしエルサレムで暴動が起きてしまったら、ビッグボスであるローマ皇帝から叱られるわけですよ。叱られるだけならまだいいかもしれないけど、もしかしたら左遷させられる、もしくは命を奪われるってことだったらありますよね。当時お前も役立たないからって暗殺されちゃうっていうことすらあり得た時代ですね。ですからエルサレムの中で暴動を絶対に起こしてはいけないというのが彼のこちら側のこの恐れだったわけですね。その狭間で彼はプレッシャーを受けて、どうしようどうしようってパニックになってるわけですね。よろしいですか、ここまで。で、普段ピラトっていう人はどこに住んでたかというと、エルサレムには住んでいませんでした。この近くにあるね、港町のカイザリアっていうところですね。後にパウロが裁判を受ける場所になるんですけど、まあ、それはまたいつか話します。その港町に彼は住んでいたんだけれども、この杉越の祭りの時にだけ特別にエルサレムに来て暴動が起きないように見張っていたわけですね。この場面はどういう場面かというと、杉越の祭りの準備って先ほど出てきましたけれども、お祭りの中です。お祭りの時っていうのはたくさんの人がエルサレムに集まります。でエルサレムにたくさんの人が集まると、そこでやっぱ熱気がわーって高まるわけですね。そして、そこが暴動が起きやすくなる、一触即発の事件が起きやすくなるというのがこの今の見ていた場面です。だからこそそこに板挟みがある、ジレンマがあるわけですね。よろしいでしょうか。で、このピラトがですね、もうどうしようってなっているときに、ユダヤ人たちが決定的なカードを切るんですね、一枚。その決定的なカードは何かというと12節、ピラトが最も恐れていたカイザル、カイザルの名前を出して恫喝というか、ピラトをですね、恫喝するわけですね。もしこの人イエス・キリストを許したなら、あなたはカイザルの味方ではありません。カイザルというのはローマ皇帝です。
自分を王とするものはすべてカイザルに背くものです。このイエス・キリストっていうのは自分のことをユダヤの王だと言った。でも今この時代は王っていうのはローマ皇帝カイザルしかいないんだから、自分のことを王って言ったらそれはカイザルに対して背くもの、反逆するものですよね。この反逆するものをあなたは裁かないんですか？ってことはあなたもカイザルに逆らうってことになるんですよ。カイザルに言いつけますよって言ったんですね。これがユダヤ人たちが切った最後のカードです。そしてこれはものすごく効果的なカードなんですね。もうこれがピラトに対してはわあ聞きたくなかった、それは困るということで、このまたこのプレッシャーがどんどん高まっていくわけですね。さあピラトはどうするでしょうか。この狭間の中で、ジレンマの中でピラトはどうするかというと、今日のこのヨハネの福音書には詳しく書いてないんですけれども、マタイの福音書っていうところを見ると詳しく書いてあります。彼が何をしたのか、これ分かりますか、何をしている場面か。はい、イエス・キリストが立ってますよね。後ろにはもうたくさんのユダヤ人たち、もうこの熱気が伝わってきます。その中で注目を受けているピラトは何をしているかというと、水で手を洗うっていうことをするんですね。でそれを言いながら、この人の血について私には責任がないと言いながら手を洗うっていうことをしますね。これはあれでしょうか、インフルエンザとかコロナが流行っているから皆さん手洗いうがいをよくしましょうっていうことでやってるわけじゃないですよね。もちろん手を洗った方がいいんですけど、そういう意味で彼は手を洗っているんではなくて、自分の無実を示すために手を洗うっていうこの行為をするんです。シンボル的にもう私はしょうがなくお前たちが言うからこのイエス・キリストを十字架につけるっていうことを許すけど、それはお前たちが言ってる、お前たちの王だからな、私にはその責任ないからな、私のせいにするなよっていうことを言ってるんですね。皆さんどう思いますか。結果イエス・キリストは十字架にかけられました。ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ、イエス・キリストを十字架にかけた責任はピラトにはあると思いますか。それともピラトはその責任ないと思いますか。皆さんだったらどういうふうに答えを出すでしょうか。まあ、ピラトにですね、同情できる要素はたくさんあるかなというふうに思うんですね。先ほど言ったように彼は正しい裁判をしようと試みた、真理を求めていたっていう意味ではそれは褒められるべきことじゃないかなというふうに思います。またユダヤ人たちがあまりにも狡猾でプレッシャーを与えたっていうのも、見方によればピラトはある意味被害者ですよね。そういうふうに見ることもできます。だから、ああピラトはもう本当にしょうがなかったよね、ピラトは本当に根はいい人なんですよ、根はいい人でやるべきことを本当に頑張ってくれた、だからもうピラトはやっぱり許してあげないと、ピラトはもうしょうがない、ピラトは本当に頑張ってくれました、かわいそうなピラトと、ピラトに対して同情的に思う要素はたくさんあるんですね。そう思いませんか皆さん。じゃあこのあと、この事件が起きた後ですね、イエス様は実際に十字架につけられ、そして復活をしますよね。復活した後に弟子たちがピラトにどういう判断を下しているかって皆さん興味ありませんか。ピラトのことをどう言ってるか、もうその一番初めのクリスチャンたちが、ああやっぱりピラト頑張ってくれて本当によくやってくれたよねって言ってるのかどうなのか、それじゃあ聖書に書いてあります。そのところを見てみましょう。はい、ここですね。使徒言行録、まあ、使徒行伝とも言いますけれども、その後でイエス・キリストの復活の後でペテロとヨハネという弟子たちが言った言葉ですね。4章の27節、事実この都でヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒になって、あなた方が油を注がれた聖なるしもべイエスに逆らいましたって書いてあるんですよね。ですからこのイエス・キリストがよみがえった後の弟子たちペテロとヨハネはピラトに対してどういう判断を下していますか。ピラトは
イエス・キリストに逆らったっていう判断をしてるんですよ。全然同情的じゃないんです。よくやってくれたよねじゃないんです、ね、ピラトは逆らったっていうふうな判断を下している。とても興味深いと思いませんか。先ほどのこのピラトが手を洗っている場面ですよね。僕の進学校の先生だった J.I. パッカー先生という、先生がですね、この本を書いているんですけども、その中でこの風景ですね、ピラトが手を洗っているっていうのは、これは最も馬鹿げた行為であるっていうふうに先生は言ってました。最も馬鹿げた行為である。なぜかというと、このような選択肢はないからなんですね。実は先ほどの一番初めの子供たちのブランコを思い出してみてください。ファーストローって、まあ、子供らしくて可愛い発言だなというふうに思いますけれども、実際そんな選択肢ないわけですよね。ファーストローにしようっていう選択肢はない。それと同じように、このピラトに対しても、ピラトはイエス・キリストを十字架につけるっていうことを許しておきながら、それに対して自分にはその罪がないという選択肢は彼には与えられてないんですね。真ん中の道はないんです。はい。で、もしですね、そのことをピラトに言ったら、ピラト、あなたはイエス・キリストに逆らいましたねってもし言ったら、ピラト自身はそれに対して反論するでしょうね、おそらく。ちょっと待ってください、それはフェアな判断じゃありませんよ。私はイエスには逆らってません。イエスを十字架にかけるっていうことを許したけれども、イエス・キリストには逆らってません。むしろイエス・キリストに対して僕は好意的であったし、またイエス・キリストを釈放しようとあれほど尽力したじゃないですか。僕には責任ないですよってピラトはおそらく言います。でも弟子たちが下した判断は、彼はイエス・キリストに逆らったという判断なんですね。で、先週もお話ししましたけれども、今私たちが生きているこの社会の風潮っていうのは何でしたっけ、覚えてますか。この絵、ポストモダン、ポストモダンという文化の流れの中に今私たちは生きているんですね。で、このポストモダンの特徴は何かというと、それは相対主義。相対主義っていうのは、絶対なものはなくて全て相対であるっていうことなんですけど、先週これ詳しくお話ししました。また多元主義ですね。多元主義っていうのは、絶対に、明らかに真理っていうものは一つではなくて、真理っていうのはいろいろある、もしくは真理っていうのは私たちには分かることができない、真理っていうのは人によって違うっていうのが相対主義であり多元主義ですね。これがポストモダンという今の文化の流れの風潮と言われています。で、このポストモダンのキーワードは何でしたか。そのキーワードは寛容ですよね。寛容、みんないろんな考え方があるんだから、真理は一つじゃないかもしれないんだから、もしくは真理を私たちは知ることができないんだから、私たちはお互いに受け入れ合っていきましょう、私たちはお互いに寛容になりましょうっていうのが、このポストモダンのキーワードですね。ですから、この絵に出ているように、全ての人は盲目である、全ての人が盲目だけれども、象のいろんなところを触って、象っていうのはうちわみたいなもんなんだ、象っていうのは、槍みたいなもんなんだ、象っていうのは蛇のようなもんなんだ、象っていうのは柱みたいなもんなんだ、いやレンガの壁みたいなもんなんだ、いや、縄みたいなもんなんだ、それぞれみんな少しずつ真理を言い当ててはいるけれども、みんなが盲目だから、全ての人が、全てのことを分かってない、だからお互いを受け入れていきましょう、寛容になりましょうっていうのが、このポストモダンの考え方ですね。はい。ただこれ先週も言いましたけれども、みんなが盲目だっていうのがこの考え方の根底にあるわけですよね。しかしその前提が崩れてるんです、実は。それは何かっていうと、この風景を見ている人は自分は盲目ではありませんっていうことを言っているからです。私はこれを見えてます、私はみんなは盲目だけれども私にはこれが見えてます、でこのポストモダンの考え方を主張する人だけは実は目が見えてるんだ。別の言い方をすると、絶対的な真理はないという絶対的な真理を信じてる人がいるっていうことです。わかりますか。絶対的な真理はないんだって言ってる人も、
絶対的な真理はないという絶対的な真理を信じてるんですよ。だから絶対的な真理はないっていう立場はないんですよ。全ての人は何かしらの絶対的な真理を信じてるし、それを頼ってるんですね。まずそこの立場に立たなきゃいけない。絶対的な真理を信じないっていう立場がないんです。よろしいでしょうか。はい、ですからそのことを考えると、イエス・キリストが真理であるということは表面的にはとても非寛容に聞こえます。イエス・キリストだけが真理なんですよっていうと、ああ、あなたは自分だけが真理を知ってるんですっていうふうに主張してるんですね、それは寛容ではありませんっていうふうに表面的には聞こえるんだけれども、実はイエス・キリストこそが真理であるということが真理なんだからもうそれを主張するしかないんですね。私たちにそれを証ししていくしかありません。でピラトのような立場を持っている人は多くいます。また、そういう人に僕もたくさん会ったことがあります。私は、イエス・キリストに対して好意的です。イエス・キリストはとてもいい人だと思うし、イエス・キリストは正しいことをしたと思うし、言ったと思うし、私はイエス・キリストに好意的、イエス・キリストをもっと知りたいし、イエス・キリストが大好きです。でも私はイエス・キリストだけが真理だとは思いません。イエス・キリストだけを信じるっていうことは、ちょっと違うと思いますっていう人は僕はたくさん会ったことあるんですね。じゃあそのような人たちは、イエス・キリストに逆らってるんでしょうか、それとも逆らってないんでしょうか。ピラトはイエス・キリストに逆らってるって判断されちゃいました。で、実は本当にこれは表面的には厳しく聞こえるかもしれませんけれども、イエス・キリストが大好きです、イエス・キリストに好意的です、イエス・キリストのことを学びたいですっていうだけだったら、実は私たちはイエス・キリストに逆らってるってことになっちゃうんです。厳しく聞こえるかもしれませんけれども、そのような、今聖書の教えがあります。どのようなことか。それはそもそも私たちは生まれた時からもうイエス・キリストに逆らってるんですね。それを罪と言います。生まれた時から私たちはイエス・キリストに逆らって生きている。聖書の言葉でいくつかあるんですけれども、例えばローマ人への手紙3章10節、正しい者はいない、一人もいない、正しい者はいない、一人もいない。ローマの3章23節、人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっています。というように、私たちは積極的にイエス・キリストを信じます、イエス・キリストが真理です、イエス・キリストの弟子となりますという積極的な信仰、積極的な告白をしない限り、そのような信仰を持たない限り、実は私たちはまだイエス・キリストに逆らっているという状態なんですね。ですから、グレーゾーンがないんですよ。信じるか、イエス・キリストに信仰を持っているか、信仰を持っていないかの間にグレーゾーンないんです。どっちかなんですよ。イエス・キリストに逆らっているのか、イエス・キリストに逆らっていないのか、そこにもグレーゾーンないんです。どっちかしかない。あなたは救われているんですか、救われていないんですか、その間にもグレーゾーンはどっちかしかない。あなたはイエス・キリストによって神様にちょっとだけ許されてますっていう選択肢はないんです。完全に許されているか、許されていないかのどちらしかない。厳密に言うならば、私はちょっとだけクリスチャンですっていうこともできません。完全にクリスチャンでありイエス・キリストの弟子なのか、それともそうじゃないのか。今日はですね、実は僕と妻の、結婚記念日で、23年ですね、結婚23年、結婚する時っていうのもそうですよね。私はちょっとだけ結婚しますってできますか。結婚の式をする時にですね、あなたは、この誠実な妻となりますか。
ちょっとだけ夫になりますか、ちょっとだけなります、ないんですよ、それちょっとっていう選択肢は。結婚するならば完全に結婚するか結婚しないかのどちらかしかないんです。洗礼式を、ね、数週間前に私たちは、見ましたけれども、洗礼式はちょっと結婚式に似ている部分がありますっていうふうにもお話したことがあると思います。洗礼式が結婚式に似ているのはなぜかというと、それは私たちは洗礼式を通して私は完全にイエス・キリストの弟子となります、神様の子供となりますっていうことを表しているからですね。完全にちょっとだけクリスチャンになるから、ちょっとだけイエス・キリストの弟子になるからっていうことではありません。イエス・キリストこそが真理です。そしてイエス・キリストの弟子として生きる、そのことをはっきりと信じ、はっきりと証しし、信仰によって生きる、そのことが大事なんですね。最後に、なんでじゃあ真理が大事なんでしょうか。イエス様は言いました。私の言葉にとどまるならあなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。真理が私たちを自由にするから真理は大事なんですね。真理に逆らったら私たちは奴隷になってしまいます。まあ、例えば、水を得た魚っていう言葉ありますよね。水を得た魚、魚ってすごいですよね。水の中であんなに自由に泳げる、早く正確にヒュッて曲がったりできる。なんで魚ってそんなに水の中で自由に泳げるんですかって言ったら、魚は自分が魚だっていうことを知っているからですよね。そしてそういうその体を見るなら自分はそのように作られているし、そしてそのように生活できる。もしですね、魚が、いや私は魚じゃありません、私は、ライオンです、ライオンがいいんです、ライオンかっこいい、必要そうだから、魚、自分は魚だという真理を否定して自分はライオンだって言い張ってライオンのように生活しようってし始めたら、陸に出なきゃいけない、食べ物もない、自由ですかそれ。それは自由な生活じゃないんです。奴隷の生活になっちゃうんですね。私たちが自由な、本当に生き生きとした生活を送る、歩みを送るならば真理が必要なんです。真理という土台の上に私たちには自由が与えられている。そして本当に私たちが喜びに満ち、そして自由に生きるためには真理であるイエス・キリストが必要です。私たちがイエス・キリストの弟子となることが最も素晴らしい生き方、それをイエス様は与えてくださっているわけですね。これから洗礼式を行いますけれども、生産式ですね、生産式を行いますけれども、その生産式の中で私たちはイエス・キリストの体を食べ、イエス・キリストの血を飲みます。それはどういうことを言っているか、それは私はイエス・キリストに頼ります、イエス・キリストが真理です、そしてこのイエス・キリストという真理を私は必要としています、イエス・キリストという真理の中で私は自由を得ます、私にはイエス・キリストが必要ですということを、私たちは共にこのパンを食べ、杯を飲むことによって共に告白し、その素晴らしさを味わうのです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、どうぞ私たちが本当にあなたからの自由を満喫することができますように、そしてその自由というのはイエス・キリストの弟子として歩むこと、イエス・キリストを信じ、真理であるイエス・キリストと共に歩み、そしてあなたによって満たされることによってです。主よ、さまざまな人生のジレンマの中で私たちがあなたを選び続けることができますように、奴隷の道ではなく自由の道を与えてくださるイエス様を選び続けることができますように、私たちを強め導いてください。これから洗礼式を行いますけれども、その洗礼の時をあなたが豊かに祝福してください。私たちの主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。